はい、こんにちは、川辺です。今回も大内山地区。下流ももう少しな感じだし、こちらのポイントを公開してしまったんで、週末には攻められることを見越して、先にもうちょっと釣らせてもらっておきましょう。かかる鮎は15から20センチなんで、6.5 号の4本針か7号の3本針と正規のサイズの針でやってます。ここから活性になれば、もう少し小さくて軽い針に変えるかもしれませんが、それは状況次第ですね。うん、とりあえず7号の3本でバッチリ釣れてきます。この時は水量がかなり減ってきたんで、なるべく群れを散らさないように、プレッシャーを与えないように位置取りを考えて釣っていきます。とはいえ、それでも釣りの最中に群れは移動してしまうんで、それを探し出したり、ポイントを休ませたりしながら釣っていくのが釣果を伸ばすコツですね。